今、桂田容疑者を乗せた車が出てきました。これから身柄が釧路検察庁に送られます。業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで送検された観光船カズワンを運航していた知床遊覧船社長の桂田精一容疑者、フードをかぶりうつむいた様子で車に乗っていました。おととし4月23日午前10時ごろ、斜里町ウトロ漁港から乗客乗員26人を乗せ出航した観光船カズワン。海面水温およそ4度の冷たい知床の海に26人は投げ出され、20人が死亡、6人が行方不明となりました。事故直後、公の場に姿を見せなかった桂田容疑者。会見を開いたのは事故から4日後でした。この度はお騒がせしまして大変申し訳ございませんでした。会見で土下座し謝罪した桂田容疑者。この会見で3回土下座を繰り返し謝罪の姿勢をアピールしました。説明責任果たせたと言えますか？あれで社長、逃げも隠れもしないって言ったじゃないですか。家族の思いもありますよ。会見があるんで急いでるんですよ。説明会は開いたものの、桂田容疑者が遺族に直接謝罪することはなかったといいます。そして事故発生から間もなく2年5ヶ月の昨日、第一管区海上保安本部は安全を確保すべき義務を怠り船を沈没させ26人を死亡させたとして逮捕。海保は桂田容疑者の認否を明らかにしていません。逮捕から一夜明け、観光地知床は遺族の方ももうすごい悲しい、大変な2年半だったと思うんで、ちょっと遅すぎるぐらいかなと思いますが、まあ逮捕されてよかったかなと思います。雄大な自然が人気の知床、観光客の姿もありましたが、あの人同様悪天候、観光船は欠航となっていました。まあ、ここまで時間かけていっぱい証拠も集めたんだろうから、やっぱり厳罰に処してもらいたいと思ってはいますけどね。知床遊覧船とは別の観光船で船長をしていた男性、男性が勤めていた観光船の会社は事故の煽りなどを受け乗客が激減し廃業に追い込まれました。あれだけの事故があったわけだから、遺族の人たちなりその人たちにとりあえずは謝罪するとかって、そういう姿が先だったんじゃないかなと思うんだよね。俺はね、全てやっぱり受け入れて謝罪するのが一番なんじゃないのかな、きっと。大きな節目を迎えた地元の観光関係者は、これから、まあ、真実も明らかになっていくのかなと思いますけども、事故があったからこそ、知床はこういうふうに変わったんだというところをこれから、構築をしていきたいかなというふうに思ってます。元妻と当時7歳の息子が行方不明となっている帯広市の男性、逮捕までの2年半近くは苦しみの日々だったといいます。この事件から2年半も経っているのかって、逮捕まで結構時間がかかったなと思いましたね。自分のやったことの罪を認めて言い訳ばかりしてないで、他人のせいにしてないで、しっかり責任を取ってほしい。逮捕を受けた昨日、男性は2人にようやく前向きな報告をしました。2人の名前を呼びかけて、桂田逮捕されたよって、これからですけどやっとちょっと一歩進んだかな。事故直後からボランティアとして捜索してきた桜井さんは、長かったんですけれども、解放には感謝しかないですよね、はい、家族にとっては本当に耐え難い日々だったと思うんですよね。いわば逮捕っていう形に持ってってくれたことはですね、きっと家族にとってはきっと救われたんじゃないかなと思います、はい、桂田容疑者はこれまで解放の聴取に、出航は船長が判断した、
海が荒れれば戻ると思っていたなどと話していたことが分かりました。条件付き運航という言い回しで船長に責任を押し付けるような発言を繰り返していた桂田容疑者、運航管理者としての過失をどこまで問えるのか調べが続きます。